やはりその神谷さんの主張を聞いて、神谷さんたちの主張を聞いて、まあ、多くの人たちが投票したこの現象をどう考えるかというところが、まあ、議論の中心になってくるかなというふうに思います、はい、その上で、まあ、あの食をまあ一つテーマに挙げたと、食と医療というところですね、はい、ここをまあそもそも決闘した2年前ですね、あの そもそもの思いですね、何に重点を置いてこう決闘されたのか、どう作ったのか、ここからいきましょうか。あ、うん、そうですね、まあ、私たちキャッチコピーもですね、あの投票したい党がないからゼロから作るということだったんですね、うん、で結局私も自民党とかいたこともあるんですけど、まあ、選挙をやってみると分かるのは、結局例えば大阪の自民党で選挙出ようと思うとですね、創価学会の票がないと勝てないんですよ、ぶっちゃけ言うと、うん、であと自民党もいろんな業界団体が応援されてるので、まあ、支援者の顔が見えるわけですよね、うん、そうなってくるとその方々に忖度しながら喋らないといけないんで、言いたいことが言えないという現実があります、はい、実際に、うん、だからそれではやっぱり世の中 その既得権なり利権構造には物言えないなというふうなことを思ったことと、やはり私も実は2012年にもう亡くなりになった安倍晋三さんに声かけていただいて、自民党入って日本を取り戻すということで、あのその言葉に惹かれてですね、日本のまあ主権といいますか、日本のまあなんていうかな、自主権をしっかり取り戻したいなというような思いで応援をしてたんですけども、実際8年間の安倍政権の中で、あの安倍さんの思いとはまあ別ですけど、はい、あの日本の主権がね、より取り戻されたのか、取り戻せたのかというと、そうではないということですよね。だからやっぱりそういう既存のいろんな、まあ、しがらみですとか利権とか、そういったものにこう気を使いながら政治をやってるとですね、言いたいことも言えないし、やりたいこともできないということであれば、改めてそういったものから一切こう切り離されたゼロベースの政党を国民主体で作って、はい、一切忖度なくですね、あの自分たちが思うことを言えるような政党にしようということで賛成党を作ったと。そこら辺のその話って多分選挙の前にしたことと同じだと思うんですけど、うん、もうその神谷さんって政治家になったわけじゃないですか、はい、統一教会、まあ、旧統一教会どうするべきだと思います？いやだから解散でいいんじゃないですか。あのもしそういったことがね、あの違法なことされてるということがもうエビデンスがあるとすれば、解散してもらった方が僕はいいと思いますけど。じゃあ神谷さんは統一教会解散に向けて、その法制度だったりとか、その議員立法だったりの方で動くっていうことでいいですか？そういう流れがあれば、まあ、私たちがそこに注力して、流れをあればじゃなくて、流れを作るかどうか聞いてます。ああでも私は基本的に信教の自由っていうのは大事だと思っていて、はい、別に自分が率先してそれを今特に重点的にやろうとは考えていません。あじゃあその日本を取り戻すって言ってるけど、他の人が動くまで自分は動かないってことですね。ん？じゃあ統一教会と日本を取り戻すことは関係ないと思いますけど。あそうなんですね。あの政府の中枢の中に信者の人が入ってるっていうのは僕は問題だと思いますけど。いやでも誰から取り戻すんですか、じゃあ主権を。別に僕その宗教に入ってるからって言って、その人たちが主権を奪ってるとは思ってないので、いろんな信仰をお持ちの方いらっしゃるじゃないですか。誰から取り戻すんですか、その主権を取り戻すって。神谷さんの言葉を今僕は繰り返してるんですけど、うん、誰から取り戻すんですか。いやそれはですね、あの、まあ、外国の息のかかった会社だったり要人ですね。具体的にはどの会社とどの要人ですか。いやですからそれ具体的にどうこうって言ってたら名誉毀損だって言われるんで、はい、言えないんですか。特定させたがりますね。本当に取られてるんですか。だって僕統一教会の信者が政府にいるの良くないって名前出して言ってるじゃないですか、うん、政治家なのにそんなこともビビってできないんですか。統一教会の信者の政府の中枢にいる 誰ですか。誰が統一教会の信者で政府の中枢にいるか名前出してください。の井上さんです。うん、もう一回。安倍首相の元首相秘書官だった井上さん、はい、参議院議員です、はい、が統一教会の方で、それが問題だとおっしゃるんですね。はい、はい、うん、そうです。なるほど。だからそうですね、僕は例えば名前挙げて、まあ、また怒られると思いますけど、あのアメリカ人とかですね、外国人が政府の顧問になってますよね。知らないです。知らないですか。名前を言わせたいですね、はい、うん、じゃあ分かりました、例えば元ゴールドマンサックスのデイビッド・アトキンソンさんとかがですね、はい、日本の中小企業とは生産性が低いと、はい、いうようなこともおっしゃってますよね。別に潰せとはおっしゃってないと思いますけど、はい、でもそういったですね、外国人の意見をたくさん入れて政府の運営をやっていくのは僕はどうかなというふうに思っているということです。はい、で一方もうちょっとありますか。ひろゆきさん、ありましたらどうぞ。大丈夫ですか。
いや僕はその、うん、では国会議員に統一教会の信者がいるのまずいでしょって話なのに、はい、なんか養殖についてない小西工芸社の社長のローアートキンソンさんの名前出しておいて試験が取られてるっていうのを、いやだって別にローアートキンソンさん日本の試験なんか持ってないじゃないですか、うん、誰から取り戻すんですかって僕の質問に対して、その小西工芸の社長ですって言われても、うん、その人日本の試験持ってないよって終わりだと思うんですよ。誰が取ったんですか、うん、試験を。この質問になんで答えられないんですか。いや、かなり話がすり替えられると思いますけど、でも井上さん日本人ですよね。ちなみに井上さんは信者じゃなくて賛同会員だというふうに話していると本人は。ああ、信徒ですね、はい、はいはい、いうことですね、はい、うん、まあ、うん、いや自民党で議員の方でそんな方たくさんいらっしゃいますよ、うん、はい、それが別に僕そんな大きな問題だと思ってないので、なんか問題のポイントがひろきさんとはちょっと僕ずれてるなと思います。ありがとうございます、スタジオでも議論していきたいと思いますので、まあ、いくつか参政党についてまあ、政策方針についてですけれども意見がありますから見ていきたいと思います。一つはですね、注目されます、まあ、この間の選挙特番でも話に出ましたけれども、マスクそれからワクチンに対するスタンスということですよね。先ほど、まあ、多くの人たちがですね、その参政党の候補者たちあるいは幹部たちが演説するときにたくさんの支援者たちが集まってくると。でそこの大きな特徴の一つはマスクを多くの人はしてないということですね。そのことも含めて、まあ、どちらかというとマスクはいいよと、あるいはワクチンもまあ打たなくていいよというようなスタンスで おっしゃってるんですけど、ここはどういうふうにこう支持者たちには受け止められ支援者たちには受け止められてるんでしょうか。まあ、別に僕たちはそれを主たる政策としてはしてないんですけども、もともと2020年から、まあ、前回も申し上げたんですが、代表になられた松田学さんがですね、はい、科学者やお医者さんの方を呼ばれていろいろその発信をされておられて、僕もそれをずっと見ていたので、今の政府の政策に合理性がないということ でワクチンに関しては私たちずっと言い続けてきたのは、もう大人が打つ打たないは任意だと。でもそれは政府の付帯条項にも書いてあるので、任意性をしっかり担保してもらわないと困るということと、あとワクチンがまあそもそも重症化の予防につながるんだということだったので、まあ重症化をするリスクが少ない若者、若い世代や子どもたちはですね、ワクチンを打つ必要はないだろうということをまあ強く訴えてきたわけですね、うん、でそれに対してやっぱりこう現場での同調圧力とかでですね、やっぱり悲しい思いされている方とか、あと打って後遺症で悩まれている方ともう現にお会いしているので、そういった方々の声はやっぱりどっかの政党が代弁しないといけないだろうということで、まあこれを言うとですね、まあ、まあ今まさにそうなってるんですけど、なんか反ワクチンとか陰謀論とかいろいろ言われるというのを我々分かった上で、でも誰かがその受け皿にならないと、はい、民意が反映されないのでね、うん、それをまあ2年間ずっと言い続けてきたということで、別に選挙の対策としてそれを掲げてるっていう、選挙政策としてそれを掲げてるってわけではないということですね。せいさんいかがですか。ここは、まあ、僕はほんまマスクとかはもう自由でええやんっていう、うん、もうだからもう必ずしなさい、うん、絶対に取っちゃダメとか、もうそういうのが結構僕嫌、うん、なので、もうそのする人はするでええし、うん、せえへんしはせえへんでええんちゃうかなっていう、もうぼちぼち、まあ、あれですよね、もともとそのしなきゃいけないではないんですよね、うん、した方がいいで、できるだけしましょうみたいなことなんだけど、世の中的にはしてないとえっていうふうになるっていう、まあ、風潮があるっていう、どちらかというとことではあるんでしょうか。実は僕がこう湿度が高い時とかこう息ができなくなるんですよ、詰まって、はい、そのマスク自体が、はい、だからすごくしんどいくて、もう酸素足りんからその立ちくらみしたりするような状態もあるので、それもちょっといちいちその言うてられへんじゃないですか、うんうん、ちょっと僕空気少ないんで言うてられへんから、もうちょっともう自由にしてほしいわと思って。うん、なるほど。はい、ちゃんどうする、どうしよう。マスクについてはそうですね、今ちょっと東京は流行ってきてて、今、うん、今日1万9059人、ね、東京だけで感染しているとなると、はい、まあ、私ちょっと熱中症もあるので外で人と話さないときはマスクはしなくてもいいと思うんですけど、ね、うん、危ないので、うん、まあ、その屋内で人と至近距離で喋るときは、まあ、してもいいのかなっていう、もう通常の考えですね、うん、どっちかっていうと。はい、若新さんどうでしょうか。僕は、まあ、地元から新しく国会議員が出たのに久しぶりなんで、まあ地元の先輩であり政治家であった神谷さんいろいろお聞きしたいんですけど、まあひろゆきさんがさっきね、頭の悪い人を分かって騙してるんですかって言って、まあその言い方されたら騙してますとは言えないと思うんですけど、でも実は僕も似たようなことは思ってるんですよ。その言い方をすると答えづらいと思うけど、何かっていうと、頭悪い云々は分かんないですけど、別にその科学的かどうか分からなくても、そうだそうだって思うことがあると、まあやっぱりその民衆って熱狂すると思うんですよ。で今回ね、やっぱりその
参政党のやっぱ盛り上がりっていうのは間違いなく一部の人たちが熱狂した、なんとなくクールに支持したっていうよりはガッとみんな引き込まれた。それはだからその実はマスクもワクチンもどうなのみたいなこともまだ本当に僕は完璧に結論が科学的に出てるとは思わないですけど、疑問を持ってた人たちはある意味では別にちゃんと頭で分かってなくても飛びつきやすいようなメッセージでもあったと思うんですよ。でやっぱりそれは僕ももし神谷さんの立場だったら自分が一生懸命ゼロから政党を立ち上げてそこに熱狂が起きたらやっぱそれは利用したいと思うと思うんですよね。ちょっとこれ加熱してるかなと思ってもこの熱狂は波に乗るために必要だと思ってしまう気がするんですけど、神谷さんこれからやっぱ参政党を大きくしていく上でそういったそのやっぱ熱狂っていうものは民主主義にとってどれぐらい大事なのか、これからやっぱりクールにきちんとやっぱりこう知的にやっぱ理屈を積み上げて政党を大きくしていこうと思っているのか、でも田舎のじいちゃんばあちゃんって理屈だけじゃ動かないところもあるし、実際選挙やってみてああいう熱狂を起こしてみてどう思っているのか話せる範囲で話してほしいなと思うんですけど、はい、いや僕らは別にその農薬のことに関してもマスクのことにしても、うん、その科学的じゃないことを言って熱狂を起こそうとは全く思っていないと、うん、むしろワクチンにしてもマスクにしても科学的にやればやるほど今の政府の政策がおかしいというふうにみんな気づくだろうというふうに思っているので、うん、別にこれは熱狂を起こそうと思って言ってることではないというのがまず一つですね。なるほど、だからたまたま起きたと、うん、熱狂できた、うん、そうそう、で、まあ、熱狂はですねやっぱり今はまだ我々のような少数政党には大事だというふうに思ってますね、はい、だからそのね、もう一回言いますよ、熱狂を起こすためにその野菜のこと、あの農薬のこととかマスクのことを利用してるっていうふうには全く僕らは思っていませんということですね。でただその今すごく熱が上がってるのは確かで、それでまあ今9万4千人強の時点で党員がいらっしゃるんですね。だその方々の熱狂といいますかその熱をですね冷めないうちにやっぱり組織づくりをきちっとやらないといけないと思ってますね。やっぱり参政党があの飛躍したのはその YouTube とかネットもあるんですけど、やっぱり党員の皆さんの熱心さ、まあ今若新さんが熱狂っておっしゃいましたけど、それが党勢拡大のやっぱり一番の要因になっているので、うん、それはあのやっぱりこれからも熱を冷まさないようにやっていかないと我々のような小さい政党はですねあの次に続いていかないなというふうには考えています、うん、はい、逆にズバリ今足りないところっていうかこの拡大していく中で弱みだと思っているところ早くここはカバーしないと積み上がっていくものを壊れそうだって思っているようなポイントって、まあ、逆にない方がおかしいと思うんですよ。こんな急拡大すればどんな組織でも、うん、どの辺が今弱みだと思いますか。弱みはですねやっぱり組織マネジメントをする人間が少ないということですね、うん、9万4千人もいるけれどもやっぱりある意味その選挙のっていう一つの運動で集まってきた人たちであって、やっぱり中で話してると考え方が違う人たちとか、うん、あと参政党の理念がきちっとまだ分かってない方だったとか、それこそ本当に勘違いをして応援したという人もいらっしゃるかもしれません、うん、だからそういった方々にもう一回参政党とは何かっていう話をしっかりして、でその各地域地域で勝ちとした組織を固めていかないと次の選挙までに崩壊しますね、はい、だからそういった組織マネジメントが弱いというところがやっぱり欠点かなと思っています。今熱狂という、ね、言葉がありましたけれども、はい、そういった意味ではその、まあ、9万人という、ね、はい、そのまあ、集客力というか、ね、人を集める力、それと同時にクラウドファンディングで4億円以上集まったっていう、ね、クラウドファンディングだけではないですね、うんうん、はい、あの寄付とか物販で4億と2000万集まりました、うん、はい、この、まあ、言ってみれば集金力ですよね、はい、お金まで出して応援しようという思いっていうのは何なのかっていうことだと思うんですよね、うん、一票投じるハードルですらものすごく高いのにお金を出すっていうのはかなりのことだと思うんですよ、はい、うん、これはどういうふうにご自身の中で聞いていらっしゃるんでしょう、はい、うん、これはですねあの今回あの比例に出た5人の、まあ、我々5レンジャーって言われてるんですけど、うん、5レンジャーの今までの信頼の積み重ねかなと思ってるんですね。私も10年間 YouTube やってきて今30万人ぐらい登録いますし、うん、松田学さんも30万人ぐらいいらっしゃいますね。吉野さんもずっとやられてきた、赤尾さんもされてる、武田邦子先生なんかもうテレビにも出られてずっといろんなことされてますよね。だから5人にそれぞれあの、まあ、ファンがいるわけですよね、うん、でその方々が今回選挙に我々が出たことによって我々は宣伝をしてくれたんですよ、うん、周りの方々に。で私たち10年間とか積み上げてるので、その今回の参政党のこの政策とかよりもむしろ私たちの過去の活動を皆さん、うん、あの調べてくださって、あこういう人たちなんだったらやってくれるかもしれないというふうな形であの信頼してくださったと。それから過去の実績が信頼につながり、それかお金につながったのかなというふうには考えてますね、うん、はい、ありがとうございます。ひろゆきさんどうですかね、まあ、先ほどちょっとコロナの話もありましたけれども、その辺も含めてどうですか、はい、うん、笑ってますけど、どうでしょう。神谷さん頭いいなと思ったのが、うん、その子供とか若い人は打たなくてもいいよねの神谷さんが言ってることは確かに科学的に正しいんですよ、うん、ただあの高齢者で行くとコロナ感染すると数パーセントで亡くなるっていう状態でしたよね、ワクチンが普及する前は、うん、なので高齢者はワクチン打った方がいいと神谷さんも思われますか。うん、高齢者で自分でその疾患とかがあってリスクが高いなと思われる方は打ったらいいと思います。
あ、じゃあ、そのじゃあワクチンはなんだかんだでその全員に反対というわけではなくて、ちゃんと打つべき人と打たない人を分けようって話ですね。そうです、そうです、はい、はい、ずっとそのスタンス。あと僕もマスクも反マスク派なので、僕もなのでそういう意味でいくと実はここに関しての主張結構一緒なんですよね、うん、なのでそういう意味でその大体は一緒で、僕神谷さんは結構だから頭いい人だと思ってるんですけど、ただそのアホを騙してやるっていうのでどこかでそれが繰り返されるので、それはやめた方がいいんじゃないかなと思ってるんですよ。ただ農業に関していくと、あ、まだ最後の話出てきました。で、農業に関していくと僕も別に専門家ではないので、うん、じゃあ一般の国民が納得できるようなデータっていうのをいつ頃までに出してもらいます。それが見れたら僕もあ、そうなんだと思えるんで、わ、うん、かりました。いや、そういう指摘をいただいたので、ちょっと準備してもらうようにちょっと相談します。はい、いつ頃までもらえるか教えてもらえますか。ちょっとそれは今言ってその方々がね、どれだけのデータを今お持ちかもわからないから、うん、でもし研究が必要だってなれば、私たちも言う以上はひろきさんおっしゃるようにしかるべき研究機関に頼んでデータ出してもらった方がいいですよね。個人のデータじゃ今年中には出るということでいいですか。いや、ちょっとごめんなさい、期限まではでも早めにそれは取り組むようにしますよ。はい、それでどうですか。はい、はい、了解です、はい、最初にひろゆきさんがおっしゃった、選挙当日に、まあ、その党の人はやってなくても知らないって言って動画をアップした人がいて、いや、あれは支援者だからっていうのも、まあ、本当にどこまで実は通用するのかっていうのは結構参政党の今後にとって大事な気がして、っていうのはどういうことかっていうと、熱狂っていうのはやっぱ極端な支持者の極端な思い込みを生み出すと思うんですよ。よくよく聞くと完全反枠じゃなかったんだけど、もうなんかいろいろ見てる動画見るともう反枠反マスク万歳みたいな、まあ、支援者と言われる人たちが作ってる動画が平気で何万回何十万回で再生されると、そういうつもりじゃなくても、まあ、参政党ってそういう党なんじゃないかとか、だから陰謀論なんじゃないかみたいなことが支援者によって生み出され、支援者によって分断が作られる。そうなると、まあ、いい注目すべき政策があってもやっぱどん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 極端に見えていって政党拡大ができない恐れもあって、確かにこのあたりの支援者とのコミュニケーションっていうのはすごい今後課題になるだろうなと思って、うん、はい、それはその、まあ、当日の選挙運動の話もそうだし、まあ、そのあたりは、ね、課題っておっしゃってたから、うん、その辺注目すべきポイントでしょうね。はい、今回はプラスに作用したってことですよね、うん、まあ、皆さんが動いてくれたことが ね、それが意図せぬ形で広まっていくこともあるでしょうし、今おっしゃったみたいに、うん、反マスク反ワクチンというのはある種のラベリングだったわけですね。ご自身たちで言ってるわけじゃないと。そうですね。で、うん、私たちは実は、まあ、マスクは、まあ、科学的合理的じゃないというのを言ってるんですよ。で、ワクチンに関してはもう個人の選択を重視してくださいと言い続けると、今度は本当になんていうかな、もうワクチン全部ダメだっておっしゃってる方々からは、うん、はい、僕たちは攻撃を受けてたんですよ。あ、言ってることが生ぬるいとか、うん、中途半端だと、なんでもっと明確に否定しないんだというふうに言われるけど、でもそれね、やっぱり打つて聞くというふうに信じてらっしゃって、そういうデータをね、うん、基づいて発表してらっしゃる方がいらっしゃると、うん、その方々の判断まで我々否定するのは違うでしょうと、うん、あくまでそれ全て個人の判断であって、でも何度も言うんですけど、私たちは政府の見解でちゃんと任意でなければいけないと、うん、もうちゃんと付帯条項までついてるわけですから、うん、それを守らない現場がおかしいでしょというのをずっと言ってただけで、うん、全て反対しなきゃダメなんだっていうのは、またそれはそれで私たちも極端じゃないのかというふうに言ってたので、うん、なるほど、うん、そこが全然伝わらないですよね。そうですね。それこそ先日おっしゃってたみたいな、職場で強制されるみたいな事態に対して苦しんでる人もいるよね、はい、というようなことを、まあ、おっしゃってると、はいはい、僕はそのええー、なと思ったのその食べこと食べ物のことに関して言うてはって、はい、友達とかがこう海外で、食のイベントをするときに日本のもんってほとんどダメなんですよ。そうです。特にヨーロッパは、うん、皆さんが普段今日でも絶対口にしているものであるとか、うんうん、でももうほとんどダメで、日本は多分使って日本で1000いくつ使っていいっていうその科学的なものがあるんですけど、ヨーロッパだと100以下とかなんで、もうそんなにそのこと日本人は知らずに毎日食べて毎日生活してるから、あ、そういうのにこう目向けはる人が出てきてくれてええなと。僕もしゃあなし毎日食ってますけど、あ、これでもヨーロッパでは食べられへんもんなやな、輸入してくれへんもんやなと思いながら食べてますけどね、はいはい、そういう意味では目の付けどころっていうことですね、はい、気づいてる人は気づいてるという意味で言うとね、はいはい、あやちゃんどうでしょうか。あ、 そうですね、うん、あんまりそうですね、その確かに海外ではダメかもしれないけど、もしその、まあ、有機農業を進めるとしたら、その、まあ、土地の栄養があるっていうのお話は分かったんですけど、そういえば病気と
か、うん、まあ、災害、まあ、災害はちょっと農薬では防げないんですけど、病気とかになったとして収穫量が減ってしまった時に、そのちょっとさっきも話出たんですけど、やっぱ輸入しないともう食べ物がなくなっちゃったりとか、日本のものが価格が上がったりしてしまうと、確かに健康って大事、環境保全もとっても大事なんですけど、もう今日食べるものがなくって、もう明日を生きるのもどうしようっていうご家庭だった時に、もし例えば体に悪くても、それ国産だろうが、その安く買いたいって思っちゃうと思うんですね。命に関わることだから。なんかその環境保全もそうですけど、その元々お金がある人しかなかなか目が向けられないんじゃないのかなと思って、もしその有機農業を進めたとして、そういう人が出てきてしまった時はどうしますか？いや、そうならないように全ての食の構造を転換しなければいけなくて、うん、我々はずっと訴えているのは、その有機云々じゃなくてですね、もっとやるべきは小麦から米食に変えた方がいいんだと。日本人今米よりも小麦食べてるんですよ。まあ、確かに、うん、小麦はしかもあんまり国内で取れないので、はい、まあ、国内で取れるものはいいとしても、やっぱり輸入してるものって遺伝子組み換えだったりとか、何が入ってるか分かんないものも買わされてるので、そういうものを買うのやめて、まず米の消費量とか生産量をしっかりしましょうと。それだけで日本の食の自給率って一気に上がるはずなんで、うん、はい、もし食べ物が足りないとかっていうことを考えるんだったら、まずお米の生産をもっと力を入れていくべきだというふうに言っています。で、その時に農薬とか肥料をさっきも言いましたけどゼロにしろとは言ってないので、なるべく使わないもので、使わないものをある程度あのなんていうの、価格を上げて農協とか買ってあげればですね、みんなあのそっちの方が単価が上がるんだったらそっちの方を使おうというふうになりますよね、うん、あのそういうものを作ろうと思いますよね。うん、だからそういったようなこう形で誘導していけばいいんであって、全て一気にじゃなくて、やっぱりその自給率との兼ね合いを見ながら、はい、徐々にやっていきましょうということなので、はい、うん、ゆるさん、はい、これはいかがですか？まずあの、うん、ちょっと誠司さんの話の補足になるんですけど、うんうん、その EU で許可されてる農薬類が少ないっていうのって、まあ、元々日本で使われていて安全を確認されているものをヨーロッパで OK しようとすると、ヨーロッパ EU 中で安全を確認しなきゃいけないので、新しいものは使いたくないよねっていうのがあるんですよね、うんうん、なのでもっと安全な新しいものが日本で普及したとしても、ヨーロッパがそれの検査をして OK ですよって出すめちゃめちゃ時間もかかるし、その労力もかけようと日本 の農業生産 の農薬作ってる会社とかがやらないので、うん、結果として禁止されたままであるっていうのがあって、禁止されてるから危険であるという話ではないんですよ。なるほど。禁止されてるというより許可されていないという話なんですよ、うん、なのでめちゃめちゃ安全でも許可されないものがあるから、それはダメだよねって話なんですよね。なるほど。で、魚介類の加工食品とかに関しては、はい、ほぼヨーロッパはそう、日本と作り方もやり方も違うので、 そんな なんか分かんないもんで、どうやって作ったか分かんないものはそれ許可できないよって、そういう仕組みなので、危険だからダメというわけではないです。危険だからダメもありますけど、なので一概にそのヨーロッパに入れられないから日本が食ってるの危険というのは僕はどうかと思ってて、はい、でその日本人って世界で2番目に寿命が長いんですよ、うん、なのでいいもの食ってるんですよ。あ、そういう意味では、まあ、1番目長いのはヨーロッパのスペイン人なんですけど、うん、なのでそういう意味でそのなんか日本の食が汚染されてるみたいなイメージをつけるのはちょっと良くないんじゃないかなと思います。いやいや、汚染されるとかそういうことじゃなくて、あのそういう意味で言うてるんじゃなくて、僕は実際友達がそこで悩んでたから、まあ、言うただけであってあれなんですけど、あと日本人の寿命が長い言うても、その健康寿命の問題がありますやんか、うん、僕は寿命って健康寿命が大事やと思うんですよ、うん、別にその寝たきりの方が別にあの死んでるとは僕は言わないですよ。それももちろん生きてはりますからあれなんですけど、その健康寿命が長いかどうかで、いわゆる単純に寿命が長いから、うん、日本人はええもん食ってるっていうのは俺ちょっと一概には言えへんちゃうかなと思います。つまりあれですね、医療によるところも大きい、ね、そうです、貢献度がね。ありがとうございます。生きているというより生かされてる人もいると思うんです、ね、これはちょっと時間がかかりそうなんで、はい、あのご視聴分かりました、ありがとうございます。あのパンと、あ、パンっていうか、あの米と小麦の話がありました。ひろゆきさん、ここどうですか？いや、僕日本人が好きなものを食えばいいと思うんですよ。だから神谷さんが米いいよねって言って、神谷さんのファンがみんなで米食うのは僕全然賛成ですただ俺はパン好きだよね、クッキー好きだよねっていう人も別に好きに食っていいと思うんですよ、はい、でそれがじゃあ、いや例えばあの外国の小麦の方が美味しいというのもあるので、うん、じゃあ外国のクッキー食べたいよねも好きにすればいいと思うんですよ、はい、なので多くの人が自分の好きなものを買って食べれるということの結果が今の日本の食料自給率なんですよね、うん、はい、なのでわざわざ美味しいワインを外国から仕入れないで、日本のクソまずくて高いワイン飲みたいとかっていう人ばっかりになって美味しいのもあるよ、自給率が高くなるのは僕にとってはそれは幸せではないんじゃないかなと思いますけど、はい、美味しいワインもあります。ひろゆきさん、もう時間になりましたんで最後まとめでいかがでしょうか、はい、どうでしたか？いや、なのであの亀さんはそういう意味であの頭のいい人だと思うので、ちゃんと修正をしていくと思うので、あの、はい、今後の先が楽しみな人だなと思そうですね、ちょっと今日は全体的な話を伺いましたけど、はい、個別の議論もね今後あの生じてくると思いますから、はい、その都度またスタジオお越しいただければというふうに思いますね、はい、分かりました。
アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。